14章連勝大人の世界にようこそ。前回ね、出生の秘密が明らかになりましてね、荒川真澄の子供が実はね、春日なんじゃないかという、そん時になってやっと俺は分かったんだ。赤ん坊の取り違いが起きちまったってな。お前は荒川真澄の息子だ。荒川のおやっさんも言ってたっけ、からね、こんな夢を見たみたいなでね。ああ、これだこれ。40年前の大晦日、茜が、あいつが赤ん坊を産んでる場所は桃源郷なんだ。まさかが祖父で、そんなわけねえのによ。もしかして大家さんはずっと俺を自分の息子だと。そうなるとさ、助けに来たのもうなずけるよね。おやさん、くそ、どうして。うん、何、なんだよ急に。みんなお前のことを心配して。話をつける。え、誰と。マサト、青木亮と話をつける。話つけるってどうやって。だいたい奴が今どこにいるかも。なら久米に聞く。あいつはどこだ。若の居所を聞き出す。ああ、久米だったらまたどっかで街頭演説かもな。とりあえずブリーチジャパンの事務所じゃねえか。事務所、白陵ビルか。今から行くぜ。え、おう、わかった。俺らも行くからよ。またなんか戦いの予感がするね、これは。お、あ、近江か。あ、囲まれてる。向こうから来たか。ちょうど呼び行こうと思ってたとか。近江連合の皆さんです。名乗るつもりはないようですがね。連中、こっちを見てるだけだ。そうなんだけどさ、ただどんどん数が増えていくんだよね。増えてるね。何はともあれ俺らが気に入らねえってとこか。そいつお互い様だな。おい、出かけるんだ。邪魔しねえでくれよ。はっ、そこにいたいんなら勝手にしろ。俺らは行かせてもらうぜ。やる気か。いきなり来るか。はっ、いいね。もう細けえ理屈はいらねえようだな。なら遠慮しねえでかかってこいや。うん、なんか青竜刀とか持ってたな。俺の番。ちょっと待ってよ。あ、そっか、前回の終わった状態からなってるから結構。まあ大したことないね、この辺は。ただお金使っちゃったからね、お金も稼がないと悪いんだよね。おい、よい一番。
この先もこんな風に近江の連中相手にするのか。キリがねえぞ。ああ、今の俺は殴られるのも気分いいんだ。余計なこと考えねえで前に進めるんなら構わねえってもんよ。なるほど、分かったよ。ならこの勢いで久米んとこ乗り込むか。選挙の立候補者が物理的に敵陣に乗り込むとはね。これが真っ当な選挙ならおやすさんだって星野会長だって殺されてねえはずだ。まあ確かにな。じゃあ行くか。というわけで行くということで、はい、行くのはいいんだが、お金もうちょっと稼いで強化とかしてからね行きたいとこなんですけど。ちなみにサイドケースとかこれ復活してんのかな。あ、びっくりマークよ。そうなんだ。あ、助け求めてるやつがまた発動してんのかな。これちょっとこれやりつつ行くかな。お金を稼ぎながら向かってみましょう。まあ、その辺はちょっと端折ってダイジェストでお送りしますんで。あ、これだ。よし、いくら稼げる、うん、もう後期だからね、だいぶ10万ぐらいもらえんじゃない。 ビール1杯で10万なんておかしいだろ。あ、バイトヒーロー、あ、10万ってことは10万払うってことないよね。5万か、うん、はい、まあいいや。骨が折れそうだな。骨が折れそうだな。任務完了。よし、5万ね。こうやって稼いでいくしかねえな。あといくらだぐらいだっけかな。まあ、ちょこちょこ敵を倒しながらね、ちょっと向かってみますよ。じゃあ、エンカウント何戦かしてね、早速、現場の方に来たんで、行ってみたいと思います。白陵ビルかな。はい、あ、久米颯太。ん？選挙中の終わりに静かだな。出払ってんのか。逆に待ち構えてんじゃないの。ゾロゾロ出てくるんじゃね。開いてる。誰もいねえ。どうなってんだ。待ち構えてんでしょきっと。違う。ねえ、見て、一番近江のやつらよ。鳥かごてるとかもしかして。あ、そうだ、もぬきの殻だ。おい、久米はどこだ。初対面で急に備えない質問するなんて礼儀がなっとらんの。だったら丁寧に尋ねてやるよ、その体にな。ほら行ったれ、春日の玉取ったれや。雑魚だからな、この辺はもう楽勝楽勝だよ、もう。よし、いいよ。テンション上がりますね。ライアン踊れる。なんで俺らを襲うんだ。沢城藩を殺に突き出したわ。踊れろ野郎が。お前らこそなんや。踊れろ、何しに来たんや。久米に用があって来たんだ。あいつはどこだ。うん、知るか、くたばれやボケ。久米はどこだって聞いてんだ。早く答えろや。くれ！ちょっと一番、やりすぎよ。ハケ、久米はどこだ。だんまりか。根性見せてるつもりだろうがよ。俺も腹くくってここに来てんだ。あと100発でも200発でもてめえを殴れる自信がある。根性見せるつもりなら試してみるか。質問に答えろ。久米はどこだ。そうかよ。じゃあ渾身の100連発受けてもらうぜ。待て、偉人町にはもうおらん。カムロ町に行きよった。何、カムロ町に行っただと。踊れ、この間選挙官に押し込んできよったら、せやさかい久米は都知事に、青木亮に泣きつきに行ったんや。もっと警備を増やしてもらわんと選挙ができん言うでな。困ったものですね。国政に出ようという方がそんな臆病なことでは。なら久米じゃなくてもいい。青木亮に会わせろ。
そんなんわしに言われても。おやっさんを殺して星野会長を殺して。答えたやん。知っとること答えたやんか。町を荒らすだけ荒らして、残ってんのはてめえらみてえな役立つの雑魚だけか。ふざけんじゃねえぞこら。もうよせ一番。うるせえ。俺はな、若と荒川正人と話しなきゃならねえんだ。あの人は何も分かっちゃいねえんだよ。やめろ。あ、キリュウさんだね。誰だ。あ、キリュウさん出てきた。ここでもな、あんた、なんだよ、慎重に。通りすがりだ。なわけねえだろ。誰なんだよ、あんた。大阪じゃ味方してくれたよな。おやっさんとはどういう。身の上話をする気はねえ。は？俺は日の当たるとこじゃ生きられねえ人間だ。だが、だからこそ手に入る情報を持っている。何の話だ。青木亮の次の一手は、またこの偉人帳で刺される。何？次の一手って、なんだい？お前にその中身を伝えるつもりだった。ついさっきまではな。なんだと？知ってならさっさと教えろ！今のお前を見てると、素直にそういう気にはなれない。桐生さんのね、確かに性格から考えるとね。気に入らねえな。そんな目であんたに見下される覚えはねえ。もう抵抗できねえ。大丈夫。そうだよね。人に止められるまで殴る男は見下されても仕方ねえんじゃねえか。情報ってなんだよ。若の次の手ってのは何なんだよ。ああ、そんなに頭に血のぼってるようじゃ理解できねえ話だ。時間はまだある。夜になったら小見汁に来い。俺はそこで待ってる。小見汁。今小見汁では孫妃がシステムの復旧の指揮を取っています。復旧の目処は立っていないとは聞いていますが。なるほど。戦ったからね、キリュウさんはね。うん、何か。いつだったかお前とよく似た男に会ったことがある。だが俺の目の前でそいつは死んだ。ほう、夢でも見られたのでは。聞いた話じゃその死んだ男は組織の中で影武者も使ってたらしい。つまりそれがお前だな。ご自身の記憶は夢ではないと。はっきり言え。影とは主のために身も心も同化させ、それを一生貫く覚悟を持って生きること。そしていつか私の影がまた生まれ、同じ覚悟で生きる。つまり暗純義とは永遠の命を持った存在なのです。なるほど。はあ、お前ら司令か。いいえ、私の知り合いを知っていたようなので。はあ、やっぱ世間ってのは狭いもんだな。まったくだな。で、よう、コミジュルに来いってなんでだ。そこで何があるってんだ。来るも来ねえもお前ら司令だ。続きが聞きたけ、おとなしく夜を待つんだな。
まさかまだ桐生さんが出てくるとは思わなかったな。では青龍会の組長殺害にあなたの関与はないと？ええ、もちろん。言い切りますね。では仮にも世間で多少の疑いが出たとしたら？ゴシップ的な扱いで終わりますよ。それはつまりあなたが関与している証拠は一切出ない。警視総監とか警察で確保された沢城が星野殺しはあなたからの指示だったなどと漏らすこともないと。そういうことですね。そう捉えて構いませんね。へえ、そう取り乱さないでください。警視総監ともあろう人が。そちらにご迷惑はかけません。お約束しますよ。こいつは足立さんが嫌いな人だよね、多分。それは神経質にもなりますよ。以前から聞いていた話と今ではだいぶ状況が変わってきてますからね。先日蒼天堀での近江連合解散はまさに想定外でした。あの状況を見るにあなたはそもそも初めから荒川真澄の手綱を握れていなかったということになる。彼ならもう舞台を降りましたよ。その後釜に座るのが沢城城と思っていました。そこにも計算違いがあったのでは？あなた方はこちらのことにあまり立ち入らない方がいい。いろいろ気になることもあるでしょうが、でもご安心ください。すべて私が見ていますから。大阪の近江連合本家が解散を謳った今、神室町にいる残りの近江は所詮烏合の衆でしょう。荒川も沢城も消えた今、誰がそれをまとめるんです？さあね、とにかく私にお任せください。でも今我々と警視庁とは適切な距離を保つべきです。特に今はデリケートな時期です。それくらいお分かりでしょう。ですから今後私の了解もなく突然押しかけてくるなんてことのないようにお願いしますよ、堀之内さん。そういうあなたこそ事前に何の相談もなく国の政治にまで手を広げた。いきなり民事党の幹事長とはね。ほう、事前に相談してほしかったんですか？相談してもしなくても何も変わりはしません。私を止める力など誰にもない。それでも助言ぐらいはできたはずです。あまり身の丈に合わぬことは慎まれた方が賢明ですとね。感じ触りそうだね。でも言ったところで無駄でしたか。身の丈に合わないとかっつうのは。あの野郎、都知事への敬意が足りてないとちゃいますか？面倒になる前にけじめ取りましょうか。勝手に消すなよ。俺の楽しみを奪うな。楽しみでっか？あいつはこれから先ずっと俺に顎で使われて生きていくことになる。それを見て味わうのが俺は楽しみで仕方ないんだ。なるほど、わかりました。ところで偉人町から久米が泣きついてきてますわ。選挙中の警備を増やして言うて。はあ、それはこっちの仕事だ。なんとかする。そっちに頼んだ仕事はどうなっている？偉人町の方は手配済みですわ。この先は知事といえどもことが済むまでわしとはもう連絡が取れんようになります。そこはご承知おきを。石尾だ。はい。東京近江連合の会長にはお前が適任だと思っている。
他の幹部衆の前で俺にそう宣言させてくれ。ありがとうございます。後悔はさせまへんで。あの男が待っている。コミジュレへ向かおう。はい、ということなんですけど、私ね、多分ね、桐生さんと戦うことになると思うんですよ。だって西島さんと真島さん戦ったでしょ。そうなるともう桐生さんとも戦うでしょ絶対。となると絶対今のままじゃまずコテンパンにされて終わりで、すいませんでしたってね、尻尾巻いて帰ってくるのが目に見えてるんで、やれることはやりたい。だからそのためにはあそこですよね、ロマン製作所行ってお金を貢いできてっていう流れだと思うんですけど、そのためにお金必要なんだよな。どうしようかな、お金どうやって作ろうか。そうすると会社経営ってなるのかな。ちょこっと最後に会社経営して、まあ、時間的にもいい時間なんで終わりになるかな、うん。一番ホールディングス、あ、一番ホールディングスの隣にもこれあるぞ。ここ行きたいな。じゃあここ行きたいから、タクシー乗ってじゃあちょっと移動して、うん、こういうのでまあ細々としたものをやってお金を稼いで、で一番ホールディングスでも決算3回ぐらいやって、うん、役員報酬もいただいてロマン製作所って流れかな。そうすれば多分ね、ある程度まとまった金が。女性、はい、どうした。もう本当頼りにならない男。バイト昼の人とはまだ来ないの。なんだ、頼りにならない男、何がだ。デート中に怖い人に絡まれて彼が逃げ出した。あ、10万、よし、いいね。はい、さあ片付けるかね。ちょっとこいつら強いんだよね。やっぱ強かったな、結構やばかったぞ。任務完了。まあ10万、はい、50万ね、はい。それ系はあとないかな。なさそうですね。じゃあ一番ホールディングス行って、じゃあはい、ちゃちゃっとやっちゃいますんで、300万ぐらい、うん。さあ、今日も、あ、笑顔満ちる、笑顔満ちる。あ、ポイズン三つも来たか、はい。パルス藤波、はい、1位ね、はい。あとトップだけですよ目指すのは。でもこれが一番伸びそうだな、売上規模を見ると、うん。これ買いたいな。カラオケゴンゴンがもう今となってはちょっと収益が少ないからね、カラオケゴンゴン売ろう、まず。はい、売ります。そして得たお金で、でまあグランデブルーマリノでしょう、うん。こっちから攻めていこう、はい、はい。まだ物件強化は途中なんですけど、とりあえずこれでどのぐらいまで、うん、まあ1億5000万いけばね、うん、お、だいぶ稼いで1億8000万、いいね。1億8000万いけば、よっしゃ、みんなどうだ、どうだ、キープね、やっぱキープなんだ、なかなか。で株主総会準備で純資金絶不調になってんだよな。これちょっと脱却するから、ちょっとこれ以上物件強化できないな。ちょっとこれ以上お金かけないで、ちょっとこのまままずやっていくか、まずは。あ、上がった、やっと上がった。よし、9位になったか、うん。え、登るがって嘘、あれだけ頑張ってきたじゃねえかよ。い、引き止める。あ、よかった、登る大事だからね、株主総会では特に。危ねえよ、登れなんか取られちゃったら。株主総会準備で、あー、やっぱり絶不調のまんまだね、純資金。まあ物件買ったりすればこうなっちゃうのかな。まさかあの登るがもう引き抜きにとかって、やっぱり痛いとこついてくるね。株主総会であいつ頑張ってたからなって、株主総会での肝だっていうのがバレてるな、他社に。さあ株主総会ですけども、相手は赤青赤緑なのか。緑の2人を無視して左の3人
赤青赤を潰す方法でいくか。赤青赤で、そうだね、左3人を潰す作戦でいこう。いいでしょう。これが厳しいんだよ。55で、ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思います。こいつからいこうか。この程度しかできない。あれちょっと待って、あ、いいのか。私は思うのいか。この程度でいいのか。いけ、よしよしよし。ご質問ならか。赤をどんどん行こう。お止まりの会場はこれは違います。僕は思うのですが、行け。もう一回聞いてください。よし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 、いけるね、うん。ご質問ならか。あとこいつがちょっと厄介なんだよな。僕は思うのですが、よし、行け花山。もう一回、もうちょいだな。ご質問のある株主の方は挙手をお願いいたします。この惨状は僕は思うのですが、いけ、私は思うのですが、もう一回、僕は思うのですが。よし、やっぱ上りいいわ。ご質問のある頼む、これで、うん、心込めよう。あと2人か。ご質問のある株主の方はぜひお願いいたします。この程度と。私は思うのですか。いけ、羽山。よし。僕は思うのですか。いけ、パルス、いけ。うん、もうちょいだな。ご質問のある株。もう一回。すみませんでした。ご質問のある株主の方は。これはままごとだ。私は思うのですか。いけ、羽山。よし、オッケー。うん、4人潰せば十分だろう。この程度と。僕は思うのですが、ちゃんと考えるな。私は思うのですが、うん、はい、これにてよし、定期株主総会を終了。 100% 事実になりましたね、はい。それでは今回の大成功、最高の株主総会だったな、うん、作戦勝ちだったな、うん。あと1位ぐらい上がるのかな。上がってきたぜ。アップいくつ上がる。ランキングが、うん、やっぱ1位だ、うん、勝っても1位だ。役員報酬は100万。よし、うん、あと2回ぐらいやれば300はいくね。はい、じゃあ株主総会準備で見て、うん、純資金、あ、絶好調になってる。20億で今期売上がちょっと低いんだな。やっぱりもうちょっとなんかテコ入りしないとダメなんだな。それでは決算報告をさせていただきます、うん、胸を張っていけるぜ今回は、うん、70%、今回もか。ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思います。登りに来たか。登りに結果を出やがって。それは違います。ここ止まりの行け行け、考えてみてください。よし、うん、心配してやろう。ご質問、うん、よし、いけ、パルス、いけ、よし、なに、厳しいね。いけ、よし、うん、勝ったね。ご質問のある方、あとはじゃあこうやって、はい、すみませんでした。ご質問のある株主の方はこっちから行くか。本当は頑張るんでしょ。聞いてください。はっきり言いますけど、いけ、考えてみてください。ズバリ、よーし、はい、余裕余裕、うん、ご質問のある株主、じゃあこれまた、はい、ちょっと、うん、すみませんでした。ご質問のある株主、結局か、僕は思うのですか。冷静に冷静に失望したな。ちょっと残念ね。株主を甘く見てるだろう。ご質問、パーフェクトゲームいけそうだな、これは。挙手をお願いいたします。もうちょっと、これはままごとだね。考えてみてください。
厳しいか。やっぱな。あ、繊維喪失しちゃったなんか。すみませんでした。パーフェクトゲームは無理だったか。あ、支持率下がっちゃってる。77まで。繊維喪失しちゃったからか。それでは我が社のさらなる発展を祈願して。あれ、なんかばあちゃんいなくなっちゃってるぞ。あ、 100% じゃないパターンもあんのこれ。初めて見た。まあこういうパターンもあるということで。あれ、成功になっちゃったってことは、ってことは上がんないんじゃねえか。ランクランキング上がんないんじゃねえ。まさかのキープになっちゃった。あ、140万でもらった。はい、まあお金はもらったぞ。なあ、そっか、大成功じゃないとあのばあちゃん登場しないんでね、トメさん。はい、まあというわけでね、はい、予定通り3期行いましたんで、これでまあお金もね、400万ですか、手に入れたんで、はい、まああとちょっと実況外で頑張ってもう500万ぐらいまで持ってったところで、夢制作、あ、違うな、ロマン制作所の方に行ってね、強化。とりあえずはまあ、この辺をちょっと実況外でね、やっときますんで、はい。じゃというわけで本日はこの辺で終了です。次回は、強化して、キリュウさんのところに行ってみましょうか。はい。というわけで、次回も楽しみですね。はい。本日はこの辺で終了です。はい。よろしくお願いします。さよなら。